ハロルド・ニコルソンとビタ・サック・ビルイコール・ウエストのブルー・プラーク。サー・ハロルド・ジョージ・ニコルソンは、イギリスの外交官、歴史家、政治家、作家、貴族。外交に関する著作のほか、ポール・ベル・レーヌやバイロンなど、作家や詩人の評伝も多数表した。テフェラン生まれ。オックスフォード大学ベリオレ校卒業後、イギリス外務省に入省し、 1929年まで勤務。その間、パリ講和会議にイギリス代表団の一員として参加。1935年から1945年までイギリス会員議員を務めた。著書、外交において公開外交や外交の民主化によって世論の影響力が強まる状況にあって、外交の立法的側面と執行的側面を区別し、 校舎については、専門家に任せる必要を説いた。1953年、ジョージ5世の公式電気を表した校により、ロイヤル・ビクトリア・勲章ナイト・コマンダーに除され、ナイトとなる。その電気は、小泉新造により、平成の天皇となった、秋人新皇の帝王教育に用いられた。父は、外務事務次官を務めた、アーサー・カーノック。 ブルームズベリーグループの文人とも交流を重ねる、知識人だった。妻ビタサックビルイコールウエストは、詩人、作家で、そのグループの中心人物だった。長男ベネディクトは、芸術史研究者、次男ナイジェルは、電気作家で、母の電気も表している。ありがとうございます。